こんにちは、くんです。今日はですね、手話の MV7 が届きまして、で先ほど2本動画撮ったんですけど、ちょっと食事に来てまして、渋谷のダダイっていうベトナム料理かな、タイベトナム料理、タイベトナメーゼって言うんですけど、の料理のお店で、ポンチョビ、犬も来れるのでテラスで、よく来てるんですけども、でちょっとゲリラ的に収録してみたいと思って待っています。で結局やっぱマイキングは重要で、やっぱり近づけた方がいいので、今こういう感じで撮っています。でそうすることで、かなりうるさい環境なんですけど、で僕の声めっちゃ小さいんですけど、収録できてるかなと思います。で、レックしてるのが今 iPad ですね。 iPad こういう感じで、で iPad はちょっと残念なのが、オートレベルっていうのが選べなくて、なんかそのボリュームコントロールしかできないですねっていうのがあるんですけど、順調にレックはされていて、でこれレック終わるとダウンすると、このアプリ内に音声が保存されるという感じですね。でこれはこれで結構面白くて、この3曲は本当はテーブルに置きたいんですけど、近づけるためにこうやってやってて、こういう使い方ありですかね。ちょっとだけ手が楽になるみたいな、今胸に胸で支えてるんですけどっていう感じで、で2本収録してみた感じ、 SM7B よりもローがちょっと抑えめで、中高域かなが明瞭に出てて、聞き取りやすいみたいな声ですかね。で今 iPad なので、そのトーン、ダークとかナチュラル、ライトっていうトーンが選べないんですけど、で僕 iPhone 用の、ライトニングのケーブル買ったので明日届くんですけど、それだと iPhone だとその拡張的なアプリの機能を使えるらしくて、オートレベル使えるし、あとがニアとファー、今だったらニアですね、近いのか遠いのかっていうのとか、あとトーンもダークナチュラルライトっていうのを選べるというので、ちょっと撮る段階で音作りができるっていうことなんですけど、今は単純にボリュームコントロールだけして収録してると感じですね。というわけでちょっと初めてこうやってみたんですけど、結構感触いいかもしれないですね。でケースはこれに入れてやってきまして、いつもは XLR で Zoom の F3 で収録するんですけど、今日は細い USB ケーブルですね。で iPad ということで、で明日届く、ケーブルだと今3メーターなんですけど、1メーターになって、かつ iPhone で収音できるということで、それ結構楽しみだなと思ってますかね。というわけで、こういうフィールドレコーディングというか、外での、収音もですね、ちょっとレベルアップというか、自分なりの理想が見つかってきたんですけど、引き続きやっていきたいと思います。はい、おっしゃいました。